皆さんこんにちは。今日は唐突ですが、このポーターキャブのシフトをご覧いただきます。こちらがポーターキャブのシフトで、フロアの4速です。で、バックギアは左にあって後ろです。実はですね、このシフトが今グラグラなんです。これもポーターキャブあるあるらしいんですけども、で、こちらはですね、まあ、離すとニュートラルの位置には帰ってきてくれるんですけども、ものによってはこのニュートラルの位置にさえ帰ってこない。で、ここに帰ってこないと3速と4速がめちゃくちゃ入れにくいんですよね。こちらのシフト、今見ていただいたようにグラグラなんですけども、この状態で車を発進させようとするとどうなるかっていうのをご覧いただきます。サイドブレーキを外します。まずバックを発進してみますね。バックに入れます。左にやって後ろで、バック発進させます。前に行くんですよね。もう一回やってみます。ニュートラルにしました。左にやって後ろです。はい、後ろです。で、発進させます。これね、最初手に入れた時バックできないんですよ。で、どうしたかというと、もうありえんぐらい左ですね。もう完全に助手席に当たるぐらい左になって、ぐにゅっと入れるとバックするはずなんです。やります。あれ、ごめんなさい、今のでバックするはずだったんですけどね。とにかくね、バックするのが大変で、これでどうだ。あ、やっとバックしました。今見ていただいたようにバックが一番大変なんですけども、実は一速も同じで、例えばこの程度、今こんだけずらしたんですよ。これで動かしても、これあの、なんかちょっと演奏しそうになりも分かりますが、実は3速なんです。これだけ動かしても3速で、それ一速もこのぐらい、このストロークこのぐらい動かさないと一速に入らない。で、原因をちょっとご覧いただきます。こちらがシフトのリンケージっていうんですかね。で、これがですね、実はグラグラなんですよね。で、ちょっと映しにくいんで映しませんが、前も同じようにこういったものがついてます。で、本来はここにパッキンっていうんですかね、こう入ってるはずのやつが取れちゃってるんですよ。これが原因でシフトがきちっと入ってくれないみたいなんです。で、今日はですね、こちらのパーツ、いつもの修理工場にお願いしたところ部品が出たみたいなんで、今からこれの交換に行こうと思います。これね、実際にやるのは簡単なんですよ。多分値段もそんなに高くないと思うんですけども、こう下から潜り込んで前の方もありますので、ちょっと大変なんで、もう車屋さんでリフトアップしてもらって、それで交換しようと思います。ですから、あの、交換に興味のない方はですね、ちょっと早送りしていただいて、ここのきちっとしたものを交換した後でどのぐらいシフトフィールが良くなったかっていうのをご覧いただければと思います。で、その時に合わせてですね、お値段の方も出しておきますので、よろしければご覧ください。これが全部すぐに外れてしまうよね。なんかこのゴムが、あ、ゴムでないわ、硬い。みんな一緒なの？一緒、それが6つ。これが6つ。これもガタガタですね。あのね、仕事行ったんやけど、うん、いつ出たかな、家を6時半ぐらいに出て、8時半ぐらいに着いたから2時間ぐらいか。途中トイレに2回コンビニに寄って、ビデオ撮ってないですもんね。撮ってない。
これが簡単に割れてなくなってしまうんやね。多分でっかいやね。ちょっと動かしてみて。めっちゃしっかりした。もう全然ビクトブせんようになって。ここにバネがついてるんやけど、このバネも外れてしまうのがあるらしくって、あのニュートラルの位置に戻ってくるらしいよ。これも自分でしようかなと思ったんやけど、これ潜り込むの大変やな。はい、ベルトです。あとステアリングはふにゃふにゃなんは、やっぱりこの辺こんなブッシュギアボックスと遊びやな。ああ、ここほらこの。あ、これで閉まる。うん、おお。おお。あのネジの方を閉めることね。これは風邪ひいちょる。シフトを修理した帰りです。外はですね、雨になっちゃったんですけども、もう結論から言うと劇的な変化です。まずですね、一足、ここで一足です。以前はですね、この辺まで来ないと一足に入らなかったんですよ。今だとね、これごくごく普通のストロークですよね。1速に入ります。で2速3速4速でバックなんかはもうこの辺まで来ないとバックに入らなかったんです。入らなかったんです。今はですね、バックがここで入ります。これがまともなポジションなんですよね。もうびっくりしました。こんなに劇的に変わるなんて。今ので本当にバックに入ってるかどうか、ちょっとバックしてみますね。ちゃんとバックに入ってます。今回はですね、大変満足のいく結果になりました。でちょっと話してる間に、フロントガラスが曇ってきてます。エアコンがないんでさっさと家に帰りたいと思います。今日は最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。